キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。お話の世界ストーリーランド前編、クッティフルッティパフィーもね、キューって言ったらスターみたいに輝いてる。次は誰の番？リムよ。何か特別なものないかな。これでもないし、あれでもないし。え？わあ、いいじゃない、似合ってるわよ、ルール。貸して。素敵なマントね。誰のだろう。おばあさんのだと思うけど。まさか空飛ぶ狼、スーパーウルフよ。はいはい、スーパーウルフ、うん、きっとこれは童話に出てた巨大ベイビー人形のハンカチよ。つけてみる。何、どうしたの。ウサギさん、みんな見える。うん、貸して、私も見たい。その次は私ね。かっこいい帽子をかぶったベイビーの影が見えるわ。ベイビーじゃない、すごい豪邸だわ。私の番。どれどれ、スーパーウルフ、しかもなぜかおばあさんの格好。このマント、ベイビーのものみたいね。ねえ、持ち主を探し出さなきゃ。うん、こういう時はティナ。今喋りかけたら私1週間口きかないわよ。これ見つけたんだけど、持ち主がわからなくて。魔法のマントなの、試してみて。わお、かっこいいマントね。でも魔法の玉は全部お見通し。カモか白鳥がいる。目を凝らすと、ああ、はいはい、虹が見えるわ。きっとそこに住んでるベイビーね。行こうよ。いいね、虹の湖。でも誰も住んでないみたい。カモも白鳥もいないし、虹も見えないよ。湖でベイビーを探すことね。そうすればマントの謎も解けるはず。湖を探すって中？外？とにかくベイビーなのよ、ハエじゃなくてね。見えてないんでしょ。二人一組ね。コニー、私と来て。私はドッティと。やっぱ無理よ。ち、音がした。誰かあそこにいる。見つけた。わあ、あと5分だけ。相変わらずね。でもまだ音がするんだけど、なんだろう。ん、おいでベイビーたち。どこ行くの。あっち。どこよ。あ、わあ、あなた誰。シドニーよ。虹と虹のお話を守る番人なの。ところであなたたちはなぜここへ。この素敵なマントを見つけたんだけど、持ち主がわからなくて。特別なマントだから持ち主のベイビーに返したいの。だっていろんな光景が見えるのね。そうそう、あったり。それ素晴らしい世界の光景。私が力になる。ちょっと貸して、うん、このマント普通のとは違うの。見てて。気をつけて、捕まってて。本当。あの本は？足元に注意して、本をこっちに持ってきてくれる？うわ、この本が赤いマントの持ち主まで案内してくれるわ。早く返してあげて。ここからはあなたたちだけで旅を続けてね。うわ、昔々、童話と谷のベイビーたちはみんな仲良く暮らしていました。けれど本を読まなくなった谷のベイビーたちは少しずつ好きな物語を忘れ始め、登場人物が消えかけてしまいました。そんな、だから本のページに何も書いていないわけね。あなたたちならできる。童話の中に入り込み、新しい物語を作るのですが。見て、あそこ。湖にあった本みたい。
マントのベイビーはここに？この道はどこへ行くんだろう？標識をよく見れば進む道がわかるわ。どの道もお話の世界につながっているの。続く。お話の世界ストーリーランド後編。じゃあ行ってみる？赤いマントのベイビーいるかな？あの子誰？はい、あなたたち来たばかり。いた、いた、いた。赤い頭巾をかぶった女の子って。あなた誰？カゴは？私のマント。探してたベイビーだ。他の布で使ってみたけど全然違うの。この赤いマントは千年に一度しか手に入らない布で作られてるんだもん。大丈夫、ありがとう。私はスカーレット。ん？ストーリーランドの有名デザイナー、スカーレットよ。彼女のこと聞いたことある？私はない。もしかして童話の中にいるとか？どこから来たの？私有名なのよ。お客さんは一人だけどね。おちょこちょいだから注文のお届けが遅れちゃうの。でもデザインはすごいのよ。そういえばカゴはどうしたのかしら？嘘でしょ、なくしちゃった。あ、もう行かなきゃ。新しい服を作って3度目のベルが鳴るまでに届けないとクビになっちゃうの。カゴどこに置いたっけ？カゴならあっちに飛んでったよ。どうしよう。そうだ、待って、違う、ここにもない。カゴはどこに行ったの？見つからなくても大丈夫、みんなで方法を考えるのよ。あー、もう疲れちゃった。そんな、どうしよう、服をデザインする布も時間ももう残ってないの。唯一のお客さんを失っちゃう。安心して、私たちがいるし、そのマントを使って素敵な洋服を作ればなんとかなるわよ。本当？あなた最高。ついてきて。うわ、今の聞いた？これでデザインは完成。私は何すればいい？これならできるよ。すごい、どうやったの？あなた飛べるんだ。ピーターっていうお友達も空を飛ぶの。狼が喜ぶ。え、何？狼がいる？ええ、名前はケイラ。食欲旺盛な猛獣よ。ガオ。狼があなたの腕の中に。私の腕に？食べられちゃうんだ。ちょっと布が。隠れても無駄よ、いくら縫うのが嫌だからって。楽しそうな遊び。スカーレット集中して、時間通りに終わらないよ。ベルタは集中ね。まず型紙を作るでしょ。で、その上に布を乗せて縫えば完成。これなら間に合うわ。イエーイ、やったね。
ちに特別にデザインしたものがあるの。わー、すっごく素敵。ありがとう。かっこいいよね。あなたたちにはひらめきをもらったわ。ちょっとデザインに詰まってたから、またストーリーランドに来た時もっと冒険できるようにこの服を作ったの。ありがとうスカーレット。ストーリーランドマジックティアー。こうしてスカーレットは集中力とひらめきでこの世界に一つしかない服をデザインして届けたのでした。わあ、どこから来たの。わあ、なんて素敵な服。これを着ていっぱい冒険することになりそう。強い風、これで出来上がり。ストーリーランドで何か起きてるのね。素敵。昔々、強い風を止めようとする大工のベイビーがいました。でも一人ではどうしてもうまくいきません。痛いよ。私はドリーミー、どうかしたの。強い風を止めないと。シェルターがいる。ねえ落ち着いて。ピギーだよ。もうじき強い風が来るんだ。毎年2人のお兄ちゃんとシェルターを作ってこの台を守るんだけど、2人が風邪をひいちゃった。だから1人でやらなきゃ。完成しなかったらどうなるの。この世界で一番大切なものが風に飛ばされちゃう。そうなったら大変。だから頑張ってるんだけど、一人じゃなかなか。かわいそうに、重いものを持ちすぎて腕を痛めてる。一人じゃない、プロがついてるわ。必ず風を止めてみせる。あなたも風邪ひいたのね。力を合わせればあっという間だよ。シェルターを作ろう。始めよう。材料はセメント、砂利、砂、そしてレンガ。レンガだ。わー、ちょっとずつだよ。お兄ちゃんたちがレンガを一個ずつ積めば完成って。頑張ってベイビーたち。あっちに一個、こっちに一個。熱い、気をつけてドッティ。時を止まれ。時を進め。あれ、私のレンガは。このチームは作業が遅いよ。このままじゃ風が吹いちゃう。だってレンガがすごく重い。セメントはベタベタするし。見た？シャベルが変なとこにある。そうだ、藁で作ったらどうかな。でもいいね。いいね。ね、藁の方が早くできる。でも早くできても。あっ、頑丈じゃない。まあ確かに藁はそんなに。氷よ、運びやすいし。それに涼しい。イヌイットの家を作っちゃえ。氷氷、どんどん運ぼう。イエーイ。でも他の氷は。お日様で溶けちゃった。大変なのはわかるけど、正しくやらないと。台が強い風に吹き飛ばされたら、せっかくの努力が無駄になるからね。ピギ、あなたの言う通りにする。賛成。やろうよ。今度こそ成功させよう。うん。This is the song of the strong wind, and we came together to work and sing, because our world is a special place, and we have to protect this beautiful space. With hard work and determination, this will be our best creation, and we will fix this situation. When you give a helping hand, and work together,一つ気になることがあるのよね。どうやってここから出るの。ドアを忘れてた。
焦って行動しちゃダメだね。外に出る方法を考えなきゃ。でもシャベルはないし。こんな時氷だったら。それよアイスクリーム。うん、おいしいシェルターだね。大事なのは一生懸命努力すること。終わりよければ全てよしってことね。アイスクリームのブロックがたくさんあるなんて夢みたい。ストーリーランドマジックピア。こうしてピギーは揺るぎない気持ちと努力で勇敢に強い風に立ち向かい世界を救ったのでした。この物語はずっと語り継がれることでしょう。これで出来上がり。ストーリーランドで何か起きてるのね。素敵。昔々強い風を止めようとする大工のベイビーがいました。でも一人ではどうしてもうまくいきません。痛いよ。私はドリーミー。どうかしたの？強い風を止めないと。シェルターがいる。ねえ落ち着いて。ピギーだよ。もうじき強い風が来るんだ。毎年二人のお兄ちゃんとシェルターを作ってこの台を守るんだけど、二人が風邪をひいちゃった。だから一人でやらなきゃ。完成しなかったらどうなるの？この世界で一番大切なものが風に飛ばされちゃう。そうなったら大変。だから頑張ってるんだけど一人じゃなかなか。かわいそうに重いものを持ちすぎて腕を痛めてる。一人じゃない、プロがついてるわ。必ず風を止めてみせる。あなたも風邪ひいたのね。力を合わせればあっという間だよ。シェルターを作ろう。始めよう。材料はセメント、砂利、砂、そしてレンガ。イエーイ、レンガだ。はい。ちょっとずつだよ。お兄ちゃんたちがレンガを一個ずつ積めば完成って。頑張ってベイビーたち。あっちに一個、こっちに一個。熱い、気をつけてドッティ。時を止まれ。時を進め。あれ、私のレンガは？このチームは作業が遅いよ。このままじゃ風が吹いちゃう。だってレンガがすごく重い。セメントはベタベタするし。見た？シャベルが変なとこにある。そうだ、藁で作ったらどうかな。でもいいね、いいね。ね、藁の方が早くできる。でも早くできても。頑丈じゃない。まあ確かに藁はそんなに。氷よ、運びやすいし、それに涼しい。イヌイットの家を作っちゃえ。氷氷、どんどん運ぼう。イエーイ。でも他の氷は？お日様で溶けちゃった。大変なのはわかるけど正しくやらないと。台が強い風に吹き飛ばされたらせっかくの努力が無駄になるからね。ピギー、あなたの言う通りにする。賛成。やろうよ。今度こそ成功させよう。This is the song of the strong wind, and we came together to work and sing, because our world is a special place, and we have to protect this beautiful space. With hard work and determination, this will be our best creation, and we will fix this situation. When you give a helping hand, and we're together,大事。 When you give a helping hand and work together as a team.
ない。そうだけど、一つ気になることがあるのよね。どうやってここから出るの？うわ、忘れてた。焦って行動しちゃダメだね。外に出る方法を考えなきゃ。でも、シャベルはないし。こんな時、氷だったら。それよ、アイスクリーム。おいしいシェルターだね。大事なのは一生懸命努力すること。終わりよければ全てよしってことね。アイスクリームのブロックがたくさんあるなんて夢みたい。ストーリーランドマジックシェア。こうしてピギーは揺るぎない気持ちと努力で勇敢に強い風に立ち向かい世界を救ったのでした。この物語はずっと語り継がれることでしょう。